第3次安倍第3次改造内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の安倍晋三が、第97代内閣総理大臣に任命され、2017年8月3日から2017年11月1日まで続いた日本の内閣である。自由民主党と公明党による自公連立政権を形成する。また、2017年の第193回国会以降、 日本の心が参議院で、自民党との統一会派、自由民主党、心を結成している。衆院選を挟まずに3回内閣改造を行った、例は、この内閣と、第3次吉田第3次改造内閣、第2次池田第3次改造内閣、第1次佐藤第3次改造内閣、野田第3次改造内閣の5つのみであり、回数としては最多である。 第3次安倍第2次改造内閣の閣僚19人のうち5人が留任し、1人が転任した。初入閣は第2次安倍内閣以降の改造では最小の6人である。2012年に発足した第2次安倍内閣及び第2次安倍改造内閣と比較すると、上川陽子法相と小野寺一則防衛相が同じポストで再登板。 河野太郎前国家公安委員長兼業各省、林義政元農水省、茂木敏光元経産省も違うポストでの再入閣となった。環境事務次官経験者の中川正春を環境大臣に起用、事務次官経験者の入閣は17年ぶり、事務次官を務めた省庁での就任は23年ぶりである。派閥別では、岸田派と無派閥の各4人が最多で、 細田派と麻生派が3人ずつ、ぬかが派が2人、二階派と石破派が1人ずつの順となった。岸田派は改造前の2人からの倍増となったが、派閥会長で第2次安倍内閣以降、長らく外相を務めた岸田文雄は、茂木の公認としての自民党政調会長に転任した。谷垣グループ、石原派及び民間人の入閣はなかった。 最高齢は前改造内閣と同じ麻生太郎。副総理兼財務省の76歳。最年少は、おこのぎ八郎国家公安委員長の52歳。当選回数は12回の麻生太郎が最多で、3回の斉藤健が最少だった。8月3日の記者会見において、安倍晋三は内閣について、結果本位の仕事人内閣だと述べる。政策志向として、 オストン税を4人抱えている。2017年8月3日任命。2017年8月7日任命。2017年8月7日任命。安倍晋三は官邸で記者会見を行い、加計学園問題や南スーダンでの平和維持活動の日報隠蔽問題により、国民から大きな不信を招く結果となったことをわびた上で政策課題に結果を出して、 信頼回復を目指すと表明した。また、経済最優先の方針を強調し、自身が掲げた憲法を改正して2020年の施行を目指すという目標についてスケジュールありきではないと述べた。この内閣については、結果重視、仕事、第一、実力本位の夫人を整えられた年、結果本位の仕事人内閣と述べる。 アベノミクス景気2017年に4から6月の GDP が発表され、年率換算で4.0%の高成長となった。内閣府発表の消費総合指数が4から6月で0.9の改善を見せているように内需の回復が寄与した。正社員の求人倍率が2004年の調査開始来発の1倍超えとなっており、こういった雇用情勢も内需に反映されていると見られている。 プラス成長は11年ぶりの6期連続となり、失業率は構造失業率と言われてきた3%台半ばを大きく下回る2.8%となっている。東京五輪の買収疑惑2017年9月13日、ブラジル司法当局がフランス当局の捜査に基づいて2016年リオデジャネイロオリンピックと2020年、 東京オリンピックの開催地決定の投票に際して評価 IOC で特定の影響力を持つラミンディクを支持するという意図での買収があったとの文書をまとめたとガーディアンが報じた。元電通の高橋春之がディクと近い関係にあったため疑惑が指摘されていた。ありがとうございます。